皆さんこんにちは。昔から日八といって2月と8月は商売が落ち込む月というふうに言われていますけれども、植木屋に関して言えばそんなことはありません。なぜなら樹木が眠っているこの休眠期でなければできない仕事もあるからです。例えば今回ご紹介する有機質の肥料や石灰硫黄合剤という薬の散布など、この時期に適している作業がありますのでご紹介します。これらの作業は手が荒れますし匂いもつきますので、グローブの下に薄いゴム手袋をして二重にすると手が荒れなくて良いと思います。使用する資材はこちらの固形肥料。私はよく丸山1号という固形肥料を使っています。それから木によってはこういう活力剤の役目もする肥料なども使ったりします。それから配合肥料です。油かすや骨粉、魚粉などがバランスよく配合されています。有機質の肥料は分解に時間がかかりますが、今の時期にまいておくと肥料が効き始める頃にちょうど木の根っこが動き出すので都合が良いのです。化成肥料のように土を硬くしてしまうこともなく、肥料焼けも少ないので使いやすい肥料です。香木にはこのように打ち込んで使うスティック状の肥料を使います。加水分解してゆっくり溶けていくので1年間ぐらい持ちます。ゴムハンマーなどで打ち込んでいくのですが、打撃によって肥料が崩れてしまうような場合はこのようにキャップをかぶせて叩きます。まあそんなに硬い地面だったら土壌改良からやった方がいいと思いますけどね。今はこのグリーンパイルというのが主流だと思いますけれども、以前はこういうタイプもあってこれは非常に良かったんですが、もう廃盤になってしまいました。肥料のやり方についてはまた後ほど説明します。先に石灰硫黄合剤について説明します。現場に来る途中で容器が倒れて少しこぼれてしまったようです。家に帰ってからすぐ洗車しましたけれども、なかなか落ちません。取り扱いには注意しましょう。石灰硫黄合剤は木の休眠期に多く使われる薬剤で、病気や虫の発生を予防する効果が期待されます。とても有効な薬なのですが、かなり癖が強いので知識は必要です。リン酸第一石灰やリン酸第一カリなどと混合すると有毒ガスである硫化水素が発生します。数年前にこれを悪用する、用途以外に使用する事件が増えて小売りされなくなりました。安価でとても良い薬なのに残念です。今は農家や果樹園など大量に消費する業者以外は買うことができません。病害虫にとても効く薬ですが、アルカリ性が強く、お車やフェンスなど金属を侵しますので使いどころが難しいです。私はこのような小さな容器に小分けして使っています。春から夏にかけて使う薬剤はほとんどが酸性なので、アルカリ性である石灰硫黄合剤と噴霧器自体も分けた方が良いと思います。あとこの転着剤は必ず入れます。カルホスやディプテレックスなど酸性の薬剤とは絶対に混ぜないように気をつけます。前置きが長くなりましたが、それでは施肥の作業から見ていただきます。枝先の下あたりにスコップを刺したらグッと起こして
スコップの背の方に肥料を入れるとやりやすいです。入れる肥料はまあお好みです。こんな感じで3箇所から5箇所ぐらい入れてあげます。狭い庭では普通の大きさのスコップよりもこのような小さめなスコップの方が取り回しがしやすいです。有機質の肥料は化成肥料と違い、土の中のバクテリアなどが分解していくので地表にばらまかず土の中に入れてやるのが良いと思います。枝先の真下を狙って入れるのが効果的です。地表に苔や地皮がない場合は土の上に肥料をまいてからスコップですき込んでも良いでしょう。生け垣などの劣色されているものは木と木の間に入れていきます。こういう地味な作業をしているときに大切なのは想像力です。この肥料をどの木とどの木が取り合っているんだろうかと土の中を想像してみてください。何か高い技術が身につくというわけではありませんが、想像力はその仕事の意味を豊かにしてくれます。薬剤散布の作業にも想像力はとても重要です。今回はこの石灰溶合剤を使用しますけれども、どんな薬をまくときも気持ちは同じです。石灰溶合剤の希釈倍数は樹種やその目的によってだいぶ幅があります。何倍に薄めなさいというのは一概には言えないのですが、私の場合はだいたい40倍から70倍ぐらいで使用しています。濃い倍率で落葉樹を先に散布し、その後水を足して薄めてから常緑樹に撒くというような使い方もします。転着剤は必ず入れましょう。今回は4リットル撒こうと思います。水を入れながら今日の風向きのことや撒く順番などを考えます。また今日の薬剤散布の主たる目的が何なのかを明確にしておきます。どの木のどんな病気やどんな虫を対象にしているのか明確にすることは、先ほどの
想像力と同様重要なことです。この噴霧器はレバーを握ってスライドさせると出しっぱなしにすることができます。ノズルは2つついていて、この赤いつまみで片方の噴出量を調整することができます。ノズルの先を締めると細かい霧が出て、緩めると粗い霧が出ます。伸縮もできるようになっています。圧力をかけて巻き始めます。薬剤散布は葉っぱの裏側に薬がかからなければ何の意味もありません。病気も虫も葉っぱの裏側につくからです。表側は舞い上がった薬液が上から降ってきてかかる程度で十分です。改めて表側に薬をかける必要は全くありません。このように葉っぱの裏側にって言っても分かんないですよね。まあとにかく裏側にかけることを意識してください。ただし念入りにたっぷりかけようとしてはダメです。薬剤をかけすぎて滴ってくるようでは全く意味がないのです。なんでと思った方のためにこんな実験をお見せしましょう。葉っぱの裏側を想定してこのようなアクリル板に下から噴霧してみます。さっと短時間吹きつけるとこのようにまんべんなく薬液がついているのがわかります。しかし念を入れてさらに噴霧するとこのように薬液が流れ出します。葉っぱから雫となって落ちていってしまっては意味がないでしょ。もう一度やりますよ。このように撒くのが理想です。ダメ押しをするとこのようになってしまいます。これで風でも吹いて葉っぱが揺れてごらんなさい。薬がみんな流れ落ちちゃいますよね。だからさっと一瞬で巻いて切り上げなきゃダメなんです。滴りそうになったらレバーを離して散布を止める、位置を変えてレバーを握るなどの工夫をします。今駐車場に止めてあるのは私のトラックだからいいのですが、人の車が止まっていたら風向きなどによっては負けないかもしれません。通行人などにも十分注意しながら散布します。サツキやツツジなど葉っぱの小さいものに巻くときは圧力を上げてノズルを締めて
なるべく細かい霧が飛ぶようにします。今回の散布の主たる目的は、このレッドロビンの生け垣についた5マイロハンテン病の撲滅です。下のツツジにも病気が移ってしまっているので念を入れます。落葉樹の枝に巻くときは、先ほどの葉っぱとは逆にノズルを緩めて霧を粗くし、塗ったようにかけます。圧力も少し低めの方が良いです。サルスベリは貝殻虫が発生しないように予防したいというように、目的の虫や病気をよく想像しながら作業しましょう。ただ漠然と撒いていても良い仕事にはなりません。ノズルの穴が詰まって霧の出が悪くなったら、レバーを握ったままノズルの先を緩めたり締めたり数回やると復活します。空っぽになりましたね。終わりです。圧を下げてから蓋を開けて水洗いします。よく洗わないと固まってしまって、この次使うときに困ります。水を入れて圧力をかけ、よく水通しをします。
しばらく出しっぱなしにしておきます。薬液が垂れてこなくなったら養生を外します。今回は缶のうちに行う有機質肥料の施肥と石灰溶合剤散布についてお話ししました。ご視聴ありがとうございました。